はい、こんにちは、アコです。今日も漫画紹介やっていきましょう。今日僕が紹介する漫画はこちら、ただ離婚してないだけ。これがね、マジでね、面白い。ぜひね、多分ね、聞いたこともある人いるんじゃないかな。これはね、昔ヤングアニマルでやってました。でね、これも今これ僕が出してるの1巻なんだけど、これ全部で5巻までです。非常にね、短くて読みやすいんで、ぜひね、これね、ちょっと読んでほしいんですよね。もうね、これがね、まあまあ、このね、表紙見てもらったら分かる通り、こっちが旦那、こっちが奥さん、まあ、この夫婦の物語なんだけど、この漫画がね、本当にまあ、サスペンス系のね、漫画なんだけど、これがね、本当に面白いです。面白いというか、怖いというか、ゾクゾクするというか、なんていう表現したらいいか分かんないけど、もうそういう感じの漫画なんですよね。まあね、この漫画のあらすじなんだけど、まあ、簡単に言うと、この2人夫婦です。で、まあ、結婚7年目ぐらいの夫婦で、夫婦なんだけど、まあもうこの2人結婚7年目で、よくまあよくね、この漫画の題材である、まあ、セックスレス、完全に夫婦の関係が冷え切ってる関係だよね。まあよ、これもね、よくある話なんだけど、こっち不倫してますしかも17歳と完全にね、もうこの男もダメな、この男完全にクズなんだけど、で、まあ、その不倫相手とバレないように、まあ、本人はバレないようにね、不倫してるつもりなんだけど、不倫相手17歳の子が、まあ、妊娠してしまったということを告げたことによって、いろんな後悔で満ちていくというね、そういう話なんですよね。まあ、もちろんね、なんでこの夫婦の関係が冷え切ったかっていうと、もちろんね、今よくありがちな子供ができなかったから、まあ、それが原因で夫婦の仲が冷え切っていくんだけど、まあね、その17歳の子が妊娠させて、まあ、結局結果的にね、その子は一旦、まあ、子供をね、降ろさせたんだけど、でね、まあ、その罪悪感に耐えきれず言うんだよね、奥さんに。まあ、奥さんはその時はね、まあもう本当、まあ、いろいろあったけど、その時許してあげて、で、その矢先に2人に子供ができるんだよ。それを知ったね、17歳のね、子はどうなります？そりゃ怒りますよね、自分は降ろさせといて。で、それがきっかけで、ある大事件が起きてしまうと。で、そこから大きいいろんな事件に巻き込まれていくというね、そういうお話です。もうね、この話は本当に全夫婦に読んでほしいぐらいの感じ。あの時ああしとけば、あの時ああだったらどうだったんだっていうことのね、もう本当いろんなことを考えさせられます。で、もうこれを読むとね、不倫する気は一切起きなくなります。本当に。もう恐ろしい。ただただ恐ろしい。あの時ああしとけばよかったなっていうことはいろいろあるんだけど、不倫さえしてなければっていうのが絶対ある。不倫が絶対悪いっていうことだけはね、この漫画を通してすごいよくわかります。本当に恐ろしい漫画なんで、ぜひ読んでほしいよね。裏を見るのね、ここ、旦那奥さんで、こっちが不倫相手ね。これもね、ちょっと意味深なんだよね。つい最近かな、つい最近じゃないか、1年前ぐらいにね、完結して、2020年の最初の頃にね、ちょうど1年前かなに完結してると思います。1巻が発売した当時からなんかすごい気になって読んでたんだけど、これはね、本当におすすめですね。本当にね、出てくる主人公がね、本当みんなクセモノだらけというか、みんななんか隠してるみたいなね、みんな何か闇があるというか、もう最後の最後にこの奥さんにも驚くこと間違いなしですよ多分こういう風に言うとね、気になる人多いと思うんだけど、まあ、ぜひね、この漫画読んでみてほしいです。マジで面白い。今本当夫婦仲が冷え切ってるご家庭とかあったら、ぜひね、ちょっとこれ読んでみてください。多分旦那さんは奥さんを大切にしようと思うし、ね、これもし見て、これ多分ほとんど男性が見てると思うんだけど、これをね、もし女性の方が見てて結婚してたら、これをね、旦那さんに読ませたら、まあ多分絶対浮気はしなくなると思います。それぐらい本当に描写が恐ろしいというか、うん、あ、なんであの時ああいうことしてしまったんだろうっていうね、もういろんな登場人物のね、後悔だったりとか、あの時ああしとけばよかったんじゃないかとかね、いろんなことを考えさせられる漫画です。ただ離婚してないだけ、ぜひね、これ読んでほしいです。マジでね、この漫画はサスペンスものとしても相当優秀な部類だし、こういう不倫もの、浮気ものの漫画の中でも随一を争う面白さだと思います。やっぱストーリーの練り込まれ方とか、そこら辺が非常に秀逸だと僕は思いますね。何よりこの人の描く絵がね、やっぱりね、恐ろしい。なんか人間の狂気というかね、なんか人がこう自我を失った時の表情っていうのがね、本当に秀逸に描かれてる。本当におすすめの漫画です。ぜひね、このただ離婚してないだけ
読んでみてください。それではね、僕のこの話を聞いてこの漫画読みたいと思った人はね、チャンネル登録や高評価お願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。